魚の憂鬱、すすきだ球ン池のほとりに来た青黒い水の表に油のような春の光がキラキラと浮いているふと見ると水底の藻の塊を押し分けて大きな声がのっそりと出てきたそして気が進まなさそうにそこらを見回しているらしかったがやがてまたのっそりと 物中に隠れてしまった私はそれを見て以前引きつけられた品川の不思議な魚を思い出した私は少年の頃よく魚釣りに出かけていったある時船を取ろうとして小舟に乗って村外れの池に浮かんだことがあったその日はどうしたわけか釣れが悪かった 私はやけになってすぐそこを泳いでいる三寸ばかりの魚をめがけて針を下ろしたそして無理やりに餌を魚の鼻先にこすりつけようとしてふと物に驚いてじっと水の深みを見下ろした今まで雲の彼方にかげっていた春の日は急にパッと明るくそこらに落ちかかってきたささにごりに濁った水の中に 青い芋が長く浮いていて、その影から大きな鯉が、真っ黒な半身をのっそりと覗かせているではないか。鋼鉄の兜でもかぶったようなそのしかめっ面。人を恐れないその目の光。私は見ているうちになんだか不気味になった。池の主かもしれない。そう思うと、水草の影に幾年とすみながらえて、岸を外へ。 広い天地に踊り出すこともできないで、絶えず身もえして、池を泳ぎ回り、絶えず限られた池を呪ってきた、老魚の生活の献体と憂鬱とが、私の小さな心を脅かすように感じられてきたので、私は魚を取ることなどはすっかり思い止まって、そこそこに船を岸に漕ぎ戻したことがあった。川魚といえば、 いずれも新鮮な生命にピチピチしていて、その姿をしなやかな美しいものとのみを持って、友達のような親しみを持って遊び慣れてきた私に、この古池の恋は彼らの持つ冷たい不気味さと憂鬱との反面を見せてくれるに十分であった。私はその後どうしたわけか、魚の絵が好きになって、 できる限りいろんな画家のもののをむさぼり見たたことがあった画員の対象で遊魚の図の名手として聞こえ世間から「ハンダ楠シと呼ばれた「ハン・アンジンをはじめ王挙露摂火山などの名高い作物をも見たがその多くは愉快な魚の動作主体と業態のない水の生活の自由さとを描いたものであの古池の声が見せてくれたような 淡水に住む老魚の持つ倦体と憂鬱と暗い不気味さとはどの作品でも味わうことができなかったのをいくらか物足らず思ったものだたった一度御霊気のあまり優れた出来とも思われない作品にありきたりのそれとは違って恋を水の化粧か何かのように醜く描いているのを見て面白いと思ったことがあった 作者はどんな人かよく知らないが、多くの画家が生命のはつさをのみ見ているこの魚族を取り扱うのに、彼自らの見方に従って、グロテスクの味をたっぷりと出したのが気に入って、いまだに忘れられないでいる。